今から15ヶ月前、BMW の M ディビジョンは、自社におけるパフォーマンスカーの象徴的名績の一つを、早くアグレッシブなルックスの特別使用者に与えた。635PS の M5CS だ、ロードテストでは昨年7月に取り上げ、2021年に満点を獲得した唯一の車となった。そして今回、 2022年も終わりが近づく中、デジャビを感じたのが、ミュンヘンが M4 をさらなる高みに引き上げた今回のテスト車だ。そのスタイルは、もちろん全く同じではないが、同様のやり方で仕立てられている。その M4CSL はしかし、重要度が全く違う車だ。何しろ、 BMWM の50周年を記念したモデルなのだから、BMW の長い歴史においても CSL の名を持つ車は、3台のみでほぼ20年ぶりの登場だ。それだけに、今回の M4CSL に対する期待は非常に大きくなる。ましてや、一つ前の E46 型 M3CSL は2004年に発売されたにもかかわらず、 未だに BMW 史上最高のハンドリングマシンと評価され続けているのだから CSL は単にロールケージを追加してサーキット仕様に仕立てただけの車ではないそのテストはかなり魅力的な体験となるに違いない例えば BMW は現在における CSL がどのようなものだと定義づけたのかそしてそれは 少し前に送り出された M4。GTS とどのように違うのか興味深いところだ。これは単に2022年時点における最速にして最軽量。さらにパワーもグリップも最強の M4 というだけなのか。それとも BMW はミッドサイズの M モデルにおける究極系を完成させるべく。 これまでにないクオリティを目指しているのだろうか。衣装と技術2004年以降、BMW がこの手の車について、どのようなことを学んできたのかは、新型 CSL の装備を見れば伺い知れる。純正ナビやオーディオ、エアコンが標準装備されているのだ。E46 では、どれも排除されたアイテムだ。 M4 コンペティションより1 0 0ラム軽い CSL だが、それは2シーター化や、フロントシートをはじめとする軽量パーツの採用によるもので、2022年現在のオーナーが不在を、望まないでアロー装備をオミットして稼いだ数字ではない。シャシーは、スティールとアルミの混成による4シリーズのそれがベースだが、エンジンルームやアンダーフロアなどには、 補強ブレースが追加され、合成を高めている。アグレッシブなルックスのボディワークは、カーボン FRP の使用比率を、M4 コンペティションより大幅に高めている。具体的には、ルーフパネルに加えボンネットとトランクリッドにも及んでいる。しかしながら、M4 の標準モデルに対して、削減した射音材だけで 15kg という軽量化は、 ボディパネルの高価な素材への変更で削った重量より多い。標準装備のカーボンセラミックブレーキは中鉄ブレーキより 14.3kg 軽く。その他の軽量部材によってさらに 4kg が落とされている。BMW 曰く M4CSL は実装可能な状態で 1625kg とのこと。 さすがに1 3 0 0ラムを切るアルピーヌやロータス。また1 4 5 0ラムのポルシェ g t 系には及ばない。さらなるウェイトダウンは可能だったはずだ。しかし BMW はおそらくハイエンドのパフォーマンスカーにおける。軽量化はどこまで許されるかという線引きを、これまでの経験から学んだのだろう。 エンジンはレギュラーの M3 や M4 と同じ S58B30 型 3.0L 直六ユニット。ターボのブースト圧は M4 コンペティションより25%ほど高まり。パワーは 40PS アップの 550PS を発生。トルクは 66.2kgm のままだが、発生回転域は広がった。エンジンも、 8速トルクコンバーター AT も強化マウントで指示される。ホイールアーチの内側はトレッドが拡幅され。設計変更されたフロントハブによりメティブキャンバーが強まっている。リアのアクスルとサブフレームはリジットマウント化され。サスペンションは前後とも新型のストラットと補助スプリングが用いられる。タイヤは超ハイグリップでサーキット志向の。 ミシュランパイロットスポーツカップ 2R を標準装着。ただし、より街乗り向きのパイロットスポーツ 4S も選択可能だ。内装蒸気しただけでなく、この後言及する理由もあって、13万ポンド、約2145万円級で最軽量の、最も妥協のないサーキット向けスポーツカーを求めるユーザーに、 この CSL は魅力的とは思えないかもしれない。それでも、運転環境は BMW の常で素晴らしく、驚くほど居住性も快適性も高く、装備が充実したキャビンには、エンスージアスとも納得するだろう。最大限の軽量化をしたいならば、フロントシートは、標準装備の M カーボンレーシングバケットから交換しないことだ。 この2脚で M4 の標準シートより 24kg 軽いのだから、CSL 専用開発品でリクライニングはできず、ランバーサポートの調整機能はなし、座面高の手動調整は工場でしか行えない。ところが、テスト車は M4 コンペテ,ティションに標準装備される。おなじみの M カーボンバケットシートに交換されていた。 ルックスはかなりアグレッシブだが、見た目からは、想像できないほど快適で、乗り込んでからの調整も効く。CSL のロゴはキャビンのあちこちにうまく散りばめられ、その多くがバックライトを備えるので、暗くなるとさらに魅力的だ。センターコンソールはカーボン FRP のパーツに差し替えられているが、 予想を裏切って実用的なストレージスペースが残されている。その上、シフト、セレクターを操作しようと視線を落とすたびに、自分がレアでスペシャルな車に乗っていることを思い出させてくれる。それ以外に、スッキリしながらも、形ばかりのサーキット仕様らしさを演出するアイテムは見られない。ストラップ式ドアハンドルも、小物入れ替わりのネットも、 カーボンのパワーウィンドウスイッチも。また、CSL には消火器もロールケージも備えていない。つまり、これは日常使いに必要なアイテムをフル装備する。デッキとした最新のパフォーマンスカーだ。サーキットユースにバッチリ対応しながらも、想像しうる他の用途を切り捨てたサーキット専用車とは違うということが、走り出す前からわかる。 鉱石があるはずの場所にシートはなく、代わりにネットを張った積載スペースがある。ヘルメット置き場として使うことが想定されているのは明らかだが、それほど大きくない荷物や買い物なども余裕で積める。その背後には、他の M4 と変わらない広さのトランクスペースも用意されている。走り CSL は、 単に 40PS アップしただけの M4 以上のものが感じられる。ドライコンディションのテストコースで。計測した0、97kmH は3.6秒。0、161kmH は7.3秒。04は10年前なら正真正銘のスーパーカーでなければあり得ないタイムだ。 標準装着されるカップ R タイヤそのもののグリップがこの発進加速に大きく貢献しているのは間違いない。しかし、スタンダードな M4 コンペティションが昨年のロードテストで時速 161km へ到達するのに1秒以上多くかかっていたことを考えるとこの CSL のポテンシャルがどれほどのものか その理解に近づけるだろう。価格の近い、やはりドイツ製の特別なスポーツカーである。ポルシェ7 1 8系マン GT4RS でも、たっぷり1秒は遅いのだ。CSL にあってポルシェにないものは、もちろんターボチャージャーがもたらすトルクだ。しかも、生半可な太さではない。パワーデリバリーは、最新の M モデルでは、 当たり前のようだった超リニアなキャラクターに比べるとブーストの危機器が明確。それだけにわずかながらターボラグが気になってしまう。低回転からでは大きな負荷をかけてもエンジンのレスポンスはやや眠たげ。完全に目覚めるのは 2500rpm で2つのターボが回り出してから。そこからは ドライバーのキドニーをぐっと押さえつけるような加速を見せる。ギア固定での加速タイムを見れば、それがいかほどのものかわかるだろう。6速で時速 64km 以下から加速しても、エンジンは元気に回って車体を引っ張る。ターボラグがあると言っても、1980年代のようなものではない。さらに、ボディにかかる空気抵抗が増してきても、 加速の伸びは衰えず、ピークに達するのは 113145kmH あたりだ。言うまでもないことだが、普通にドライビングしていれば、エンジンのわずかなラグが露呈するようなことはない。スロットルを踏み込むたびに一瞬の間を置いてから突進する様は、この車のキャラクターにドラマティックさを付け加えるのみで、 ドライバビリティに悪影響を与えることはない。さらに、新採用したチタンエグゾーストによって、排気音に加わった音色は歓迎したい要素だ。CSL のストレートクは負荷をかけると、通常の M4 より、飾らないメカニカルなタービンのうなりを効かせる。デジタル合成のエンジン音は CSL の方が明らさまではなく、 シフトダウン時の頬にはリアルなエッジが感じられる。つまり素晴らしい音だ。低速域で不器用にパワーオンしたり、取り回したりした際には、スナッチや唐突なショックがエンジンやギアボックスから出ることがある。その原因は明らかに硬さを増したマウントだ。避難しようと思えばできるが、我々の経験から言えば、 うんざりするほどひどいと感じることは滅多になかった。使い勝手インフォテインメントできるだけ室内装備を取り去って、可能な限り軽く無駄のないキャビンにしたい CSL オーナーもいるかもしれないが、128,820ポンド、約2,126万円も払って最新のナビゲーションも、エンターテインメントシステムもついていない車を買い、 日常使いしたいという方が少数派だろう。そのため、M4CSL はどちらも標準装備している。ワイヤレス充電器やヘッドアップディスプレイ、パーキングアシストシステムを追加することも可能だが、それがなくても装備が貧相だとは言えない。BMW の OS 7.0は9や7シリーズに搭載される最新世代の、 インフォテインメントシステムではない。しかし、走りながらでも楽に操作できるのは、i イドライブの入力ダイヤルがあるおかげだ。Wi-Fi ホットスポットやスマートフォンミラーリング機能の、Apple CarPlay と Android Auto も装備される。Apple の方はテスト中に使ったが、信頼性も機能性も文句なしだった。オーディオは、 205W の10スピーカー。最新の BMW の例に反してアップグレードプランは用意されていない。ラジオや音楽よりも下タンエグゾーストのサウンドをお楽しみくださいということなのかもしれない。透過類レーザーライト LED ヘッドライトは標準装備でイエローのイルミネーションが備わる。ハイビームはパワフルで ロービームの光軸も上々のレベル設定だ。ステアリングとペダル。二つのペダルが右寄りにオフセットしているのは BMW の常だが、右足を押さえるサポート具が高いので、長距離を運転していると窮屈になる。ステアリングコラムの調整幅は大きい。そうだ。 安定性 BMW が現行の G82 型 M4 を導入した2020年末、シャシーチューニングの狙いの一つにホイール荷重の変動抑制を掲げていた。当時、それはやや謎めいた表現に思えた。だが、それは引き締まった乗り心地と、ホイールコントロールをより滑らかでプログレッシブなものとし、 さらにバンプを乗り越える際の攻撃的な感じや落ち着きのなさは、抑えたままにすることを言い換えたものだ。M3 と M4 の標準モデルは昨年の市場でその狙いが見て取れた。対して今回の CSL は、これこそが真の証明だと言える仕上がりだ。ダンパーをコンフォートモードにしておくと、しなやかな乗り心地とハンドリングの落ち着きは、 ハードコアなモデルに対する先入観をいい意味で裏切ってくれる。これほどアグレッシブな見た目で本気のサーキットユースも想定していながら、乗り心地もハンドリングも洗練された車には滅多にお目にかかれない。英国によくあるなだらかなカントリーロードでは、サスペンションは弓の弦のように張り詰めたフィールだ。小中程度の突き上げなら、 素晴らしく滑らかに吸収し、M3 や M4 の GTS のようにシートの上でみじろぎさせられるようなことはない。それでいて、必要とあれば波長の長い動きに対するダンピングも、短いストローク一発で見事に減衰してしまう。さらに、速度をかなり上げると、跳ねたりナーバスだったりするより、むしろ安心感を覚えるくらい落ち着いている。 そのため、行動でもサスペンションを、ハードなモードにした方がいいんじゃないかと思えてくる。ただし、それをする価値を見出すには、路面がかなりスムースでなくてはならない。ステアリングには、かなり細密なフィールを手元に感じさせる。その点では、通常の M4 を大幅に上回る。ネガティブキャンバーを強めたことで、 舵を切るほどにフロントタイヤの設置性が上がるのだが、極端なダイレクトさが出ることは全くない。操作感はナチュラルで直感的。自信とフィードバックをふんだんに与えてくれる。テスト車に装着されたカップニアールのグリップレベルは、熱が入れば使い切れないくらい高いが、冷えると注意が必要になるくらい低くなる。 この手のタイヤを行動で使うと一般的に見られる傾向だ。しかし、この CSL のドライバーエイドは、タイヤが効果的に機能しない場面もうまくカバーしてくれる。もっともお好みによっては同じミシュランでも、もっと普通のパフォーマンスタイヤを選ぶことが可能だ。 快適性、静粛性 M4CSL は通常の M4 ほどリファインされておらず、フィルターのかかっていない類の車だ。そのことは、騒音計が示している。とはいえ、運転するのに耳栓が、必要なハードコアスペシャルというわけではない。ロングドライブを終えて、明かりも、付けない部屋に横たわりたくなるようなことにはならない。 荒れた路面では、リジットマウントのアクスルが、サーフェイスノイズとバスドラムのような重低音を発する。低速では、思いがけず尖ったエッジに合うと、室内まで打撃音が伝わってくる。とはいえ、乗り心地に荒いところはほとんどない。それこそ、この車がサーキットでの速さを突き詰めたのではなく、 ロードゴーイングカーとして全般的に使いやすいものを目指したことを示す何よりの証拠だ。M4 コンペティションの室内騒音は英国での一般的な巡航速度となる時速8 0トルでは6 8ベル a だったが CSL は6 9ベル a だ。ちなみに ドールケージ付きのポルシェ 911GT3 は75デシベル A だった。テスト車のシートはオプションで乗り降りは、ややトリッキーだが、快適性とアジャスト性は上々だ。ただし、クッションの脇にそびえるサポート部が太ももをがっちり押さえるので、右寄りのペダルオフセットがことさら気になってしまう。驚くほど上質な車ではあるが、 一つだけ重要な条件がある。シートは標準装備のレーシングバケットを選ぶべきだ。ロールケージや巨大なリアウィングが装着されていないので、視認性は全方位とも遮られない。キャビン内の騒音も乗り心地の快適性も、日常使いの支障になることは全くない。購入と EGM4CSL の価格は、 ハイパフォーマンスな BMW にしてもかなり高額だ。実質的に見れば2016年に登場した仙台 M4GTS より、わずかながら割安だが、だからといって慰めにはならない。CSL の名が用いられるのは数世代に一度くらいなので、M モデルを買い続けている裕福なユーザーは飛びつくだろう。ただし、 ギーラーは慎重に割り当てを行ったようで、現時点ではプレミア価格で市場に流通しているような個体は見つけられない。中古車市場に出るようになっても、それほど価格が下がることはないだろう。長距離クルーズでは、1 1トルパーリットルという見事な燃費をマークする。しかも、荷室容量も快適性も、ツーリングではありがたいレベル。 それでいて、走りを楽しめて、サーキット走行もこなしてくれる。高い出費に見合った価値はある。スペックレイアウト4シリーズのシャシーをベースに、重要な部分には補強が施される。フロント縦置きのガソリンエンジンは、直六ツインターボで直後に8速 AT が連結される。駆動方式は後輪駆動。 アクスルはリジットマウントで、前後ともヘルパースプリングが装着される。エンジン駆動方式、フロント縦置き後輪駆動。形式、直列6、気筒 2993cc、ツインターボ、ガソリン。ブロックヘッド、アルミニウムボア×ストローク、ファイ 84.0×90.0mm。圧縮比、9.3。 1>, 1バルブ配置4バルブドア最高出力 550PS5957200rpm 最大トルク 66.2kgm27505950rpm エンジン許容回転数 7200rpm 馬力加重比 339pst トルク加重比 40.8kgMT エンジン比出力 181PSL 結論 M ディビジョンは CSL の名を持ち出す時を長らく待っていた今年はまさしくそれにふさわしいが M4 を選んだのは正しかったのかその疑問に答えを出すのは期待されるほど簡単に断言できるものではないたとえロードテストを実施して 欲しいデータが軒並み取れたにしてもだ。この車は速くてドラマティックではっきりした特徴もある。チャレンジングだがドライビングに熱中できる。激しいところもあるが驚くほどマイルドなマナーを見せるところもある。しかし最も驚かされるのは行動上で走らせた時の上質さと実用性だ。 BMW は M4GTS 以上にハードさを極めたサーキットスペシャルを作ろうとはしなかった。CSL というサブブランドがどのような味付けを必要としているか明らかに理解している。そしてそれは複雑だ。それでもダイレクトで近寄りやすくもありかなりの部分で満足できる。この車の進化を味わうのに サーキットは必ずしも必要ではない。それはサプライズであると同時に大きな強みだ。そして、クローズドコースに持ち込めば、これが通常の M4 をドライブするより、多くを要求する車だということがわかるはずだ。もちろん、速さも激しさも通常モデルをはるかに上回る。そうしたすべての側面が、 どこをとってもこの車の魅力のうちなのだ。担当テスターのアドバイス・マット・ソーンダース。おそらく、これが最もハンドリングのさえた M モデルだと称賛されることはないだろう。しかし、通常の M4 からのステップアップは明らかで、短絡的に満足できる走りの楽しさを求めたというより、読み解いていくチャレンジのやりがいがある車だ。 象徴的モデルとしてはいい出来だ。イリア・バプラーとアグレッシブなフロントのスタイリングは確かに調和を生み出すものだが、ターミネーター的な凄みを増したことで M4 コンペティションより、ある種の一貫性が感じられるデザインになっている。少なくとも個人的にはそう思う。その他の部分はグリルの突出した威圧感にマッチしたものになっている。 オプション追加のアドバイス。トーンダウンしてより目立ちたくないなら、ボディカラーはブラックが賢明な選択だ。無償オプションのカーボンバケットシート、300ポンド、約5万円の M の50周年バッジ。500ポンド、約8.3万円のビークルトラッカーは欲しい。無駄に重量を上乗せするアイテムは選ばない方がいい。 改善してほしいポイントやや右寄りのペダルレイアウトは修正を。座面の盛り上がった CSL のシートが、一層ペダルオフセットの不利を際立たせている。ローエンドでのターボのレスポンスをもっとシャープにして欲しい。超軽量パッケージを用意してもらいたい。可能な限り無駄を省いた仕様が欲しいというユーザーはいるはずだ。